はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回はですね、すっごいレアな、映像というか画像を、お見せすることになると思います。まあなること思いますっていうかね、実はですね、まあタイトルとかは多分見ていただいたらわかると思うんですけど、ヒロシ・アオニが登場していたという、ことなんですよ。まあそれどういうことじゃと、どういうこっちゃろうって思うじゃないですか。実はね、先ほど昨日か、昨日の、3時頃に動画を投稿したんですよ。で、その時に、4時頃にコメント欄で、現在4時、青鬼図鑑にヒロシが登場していますというコメントをいただいて、へっと思って即僕見たんですよ、この青鬼図鑑のところ。そしたら、今日の朝に投稿してると思うんですけど、2本。パンプキン鬼と、まあ、ゴースト鬼って僕は言ってるんですけど、ゴースト青鬼。この2体が、まあ、出ているわけなんですが、実はこの、パンプキン鬼とゴースト青鬼がいるところに、ヒロシが2体おりました。それがこの画像でございます。はい。ちょっと急いでスクショしたんですけど、その4時に、なってますよって言われても、急いで、何と思って、急いですぐに、オンラインを開いたんですよ。で、ヒロシになってたんですよね。うわ、これはちょっと、もう、仕事中だったんですよね、実はね。仕事中っていうか移動中だったんで。で、コンビニに止めて、その調べて、ふーっと思って、もう即、もうスクショですよね。もうスクショして、で、仕事が終わりました。1時間後、これになってました。はい。だから、幻ですよ。もうガチの幻。幻の、青鬼、ヒロシ青鬼が、出現していたと。青鬼図鑑のところに、ヒロシが出るっていうね。はい、ごめんなさい。多分お隣さんの赤ちゃんがめっちゃブリーって泣いちゃったんで。ごめんね、本当に。多分僕の声だと思うんですよね。いや、本当にどうしようかな。まあ、とりあえずね、ヒロシ青鬼というのが、まあ、出てきてましたよって、超多分、レア今後出てこないんじゃない？もしかしたらなんかね、そのまた、今回ハロウィンだったんですけど、ハロウィンだったんですけど、またクリスマスとかで、サンタクロースの青鬼とか出てくるときに、本当に1時間2時間ぐらい反映されるまでヒロシ青鬼の可能性もあるので、ちょっとよかったらね、アップデートがあったよっていう情報が来たら即、青鬼図鑑見てみてください。また、ヒロシ青鬼見れるかもしれないのでね。まあ、僕が今回画像貼ったやつでもういいんだったらいいと思います。はい。ということで、じゃあ今回ちょっとランダムマッチやっていくんですけど、どうしようかな、好きになりにしようかな。とりあえずじゃあ、もちろん、ゴールドでいきましょう。男は金に染まれ。はい、コメント欄で男は金に染まれじゃない、金に染まれだと分かっております。でも僕はね、金に染まりたいんです。いきましょう。お金ないやつが言う言葉です。いきましょう。参りましょう。よろしくお願いします。さて、あ、これはボット部屋じゃないね。オッケー。うわ、いきなりマスターいるんだけど。やばいな。ニッケニケだよって可愛いですね。うわ、マスター待って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 。うん、このまだあれかな。一応、シーズン始まったばっけ、1日かな ?1 日経っただけだから、まあ、マスター、いや、でもそれでもやっぱりマスター強いよな。いや、マスターになってみたいもん。このね、愛しきゴールド、お、ガスマスティン、素晴らしい。この愛しき、愛しきね、この拓郎を、もう光らせたい。オーラをガンガンにしてやりたいなんですよ。はい。これどうしようもガスマスクゲットしたから、そそくさと思って、なんか、牢屋行きたいんですけど、これまずいね。これまずまずしですね。これどうしましょうかね。これ多分、ちょ、待って、瞬間移動見てもらって。どこだわかんねえ。あっちか、あっちか、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、今行ける。オッケー。今行ける。オッケー、ありがとうございます。オッケー。早く閉めて。よし、素晴らしい。ああ、ニケちゃんが、ニケちゃんがすごい、あ、どうもこんにちは。ニケちゃんがすごいあれだ。オーラを放っておる。いいか、皆の者、いいか、皆の者、ですね。これをすることにより、皆の者、いいか。私がこれをしたということは、皆の者、統率しようという合図でござる。いいですか皆さん、ちょっと、僕の顔が見えないから。はい、ちょ、やめて、ちょっと、はい。
はい、これみんなもう逃走です。これ統率しましたよ。はい。お互い助け合いましょうねっていう、これ顔文字の合図ですからね。いいですか、皆さん。はい。もうその、助けてほしい人がいたら、扉を開けてあげる。で、みんながもう牢屋に入って、その、なんだろうな。もう来る人がいない。もうそしたらもうみんな開けない。裏切らない。もうそれの言葉がすべてこの顔に集約されてますからね。はい。僕もこれですべてを皆さん察し、バカ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 。閉めなさい。閉めなさい。閉めなさい。あら、閉めなさい。早く閉めて。何ちょっと何してんの、あら、ちょっとやめて、ほんとに。いいよ、戦ってやろうじゃねえか。いや、これ、何閉めてんだよ。待て、これ言っていいのか、言っていかない。いや、行かない。これはちょっと我慢しよう。これはちょっと、もう、いいよ。青鬼のこの空間で僕が戦いに抜いてやりますよ。さあ、来いよ。ほら、来いよ、青鬼。俺、避けてやるよ。ほら、来いよ、青鬼。来てみろ。閉めて。ごめんなさい。ごめんね。みんなごめん。ごめん。なあ、あそこで止まってんだけど、青鬼。ちょっとでも動画映りたい青鬼なのかな。さて、これで残り、1、2、3、4、5、残り、あは開けてあげよう。はい。あ、大丈夫かな、開けそうだね。オッケー。さあ、閉めますよん。オッケー。人が来たら開けます。はい。青鬼が来たら開けません。さて、待ちましょうか。とりあえず。なんかすごいカンカン言ってんだけど、大丈夫。僕じゃないからね、これ。このカンカンやって開けてるの。遊んでるの僕じゃないからね。バカタレ、閉めなさい。バカ。カシャン！オッケー！危ねえ。バカ野郎アホ！ちょ、あー、これまずいですね。これ、あ、でもまだ2体だ。オッケー。これが挟まれることはないけど、毒がいっぱいだ。毒がいっぱいだ。これは、あ、やばいっすね。これは、まずいですね。どうしようかね。待て。ここです。あぽ！1キューバーが多分消えたと思うから、皆さんガンガンやるべきだと思います。はい。で、青銭もね、溜まりやすい状態なので、今。はい。広告見ると、50枚なのが100枚になってるのでね。で、結構ね、多分土日っていうの、土日、今僕撮影は金曜日なんですけど、っていうのもあって、金土日っていうのもあって、で、あとね、アップデートが入って、もう多分入りやすくなったんだと思うんですよ。なんかね、多分ね、その、2日前とか3日前とかだと、もう全然入れないっていう状況だったじゃないですか。多分ね、今アップデートが入ってからもすんなり入れるようになったと思うんで、はい。ちょっと離れてたっていうかね、もうちょっと、もうやるのはいいかな、みたいな感じの人も、よかったらやってみてください。あれ、僕はあれかな、青鬼の広告塔の方かな。あ、トライアングさんって公式になったんですかって。いや、違います。そういうのじゃなくて、本当にね、マジでおすすめできるんですよ。なんかその、なんだろう、僕が、青鬼オンラインやってる、それはトランクさん、それはもう、なんか青鬼を人口っていうかね、見てもらえ、なんか見てもらえる人増やしたいからって言って、そんなって、じゃないんですよ。エクセレント素晴らしい、こんにちは。あ、毒も来たのか。こっちね、オッケー。これが分かったのはすごい大きいかもしれない。ここに来てよかった、逆に言うと。ん？これ、あれ、ロッカーのあれだよね、毒だよね。だから、ここが最終地点になりそうな気がするな。なんとなくね。これバレないんじゃない？ほら。こうやってやってればさ、なんか、黒い中に若干なんかその、俺、なんか肌色なのがあって、そこになんか馬の縦髪みたいな。あ、お馬さんと間違える可能性あるな、これ。うん。ガスマスティンごめんね。めっちゃ贅沢しちゃった。いや、コングスキンがあればいいな。あら、やだ、太っちゃったわ。さて、こんなザレ事はどうでもいいんですよ。あ、毒こっちか。両方に来たってことは、じゃあ上の端っこか。ま、あ、でも中央もあり得るけど、まあ、中央に行ってみようか。どうしようかな。んー、でも結構ね、経験上ですよ。ここが最終地点になることと、あと中央下が結構最終地点になることが多いかな。まあ、でもやっぱり一番多いのはやっぱ中央だよね。中央は真ん中から毒が侵蹙してくることがないから、だから、その、もうすべての方向から毒がブワーって回ってくるって確率の方が多いんだよね。必然的にやっぱり、その中央の方が、その、最終地点になる可能性は高いけど、どうなんだろうね。でも、この場合はここに毒、ここも結構最終地点になりやすいんですよね。ちょっと見てみようか。ちょっと周り見てみます。はい。帰ろう。
あの、帰ろう。もう僕はちょっと関わらないようにしますね。うん。ちょっと僕、ちょっと、大丈夫だよね。青に来てない。来たな、レア鬼。え？ってことは、ここのレア鬼は雲鬼ですね。ワンチャン、来た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 。でっけえな、やっぱり。でっけえ、雲鬼だ。これ、雲鬼、これ、ここ通れんの？雲鬼ってここ通れるのかな？あ、てか、ちょっとあれなんだ。雲鬼は、加速するんだね。厄介パターン。あー、やっぱ中央っぽいな、これ今回。中心部。いやー、これ毒切り当たりたくないから、こっち行こう。ここだ。んー、どっちだ？どこだ？左上か行くか。いや、違うの。え？最終地点どこだ？やべ、わかんねえ。トランクさん、モヒカンの姿でこんなオカマっぽい声出すのやめてもらっていいですかね、気持ち悪いんで。ごめんなさい。はい、ということでね、今回は、もう本当に幻の、ガチで、これこそ幻ですよね。ガチの幻の、ヒロシアオニというものが、出ましたよっていう、そのね、パンプキンオニ、まあ名前はまだ未定ですよ。でもパンプキンオニと、ゴーストアオニの、その切り替わるというかね、瞬間になぜかヒロシが出ていたということでございます。はい。ということで、じゃあここまでのご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。